皆さんもジャリットです。今回ですね、毎週やらせてます今期2022年秋アニメ海外人気各ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第3週目ですね、海外人気各トップ10ということで、いつも全部で3サイトですね、アニメトレンディングさん、アニメコーランさん、アニメトリックさん、それぞれの、第3週目トップ10順番に紹介していきたいと思います。ね、今期はね、やっぱどのランキング、まあ海外人気も配信人気とかに関してもめちゃくちゃやっぱ面白いですし、順位の変動も、まあ、今回海外人気もかなりありますし、もう注目作ばっかなんでね。で、あるサイトにちょっと僕は不服を申し立てたりというか、なんでやっていうのがあるんですが、どのサイトかは、まあ皆さん僕の反応をご覧いただけたらというところでございます。では早速ですね、まず、アニメトレンディングさんね、紹介していきたいと思います。こちらだけ第2週目ということで、アニメトレンディングだけど、アニメコーナーさんとアニメトレックさんと1週遅れてる感じになりますね。その点ご了承いただけたらと思います。ではまず、アニメトレンディングさんね、第2週目です、こちら。トップ10が、こちらとなりますというところでね、チェンソーマン、1位来ました。さすがと、もうチェンソーマンがね、もう1位1位と思ったらアニメトレンディングは最初のなんか0週目の期待度ランキングもスパイファミリー1位で、今回前回1週目もスパイファミリーが1位で、スパイファミリーがアニメトレンディングが一番強いのかと思った中でついにチェンソーマン来ましたというかね、さあ楽しみっすね。いや、2話おもろかったからね。まあこれ1位は分かるわっていうところね。まあついにパワーちゃんとかアーキくんとか出てきたわけですけれどもね。勝負の3話ということで、まあそれがもう評価を左右するというまで僕も言ってますけど、どうなるのかっていうところですかね。アニメトレンディングさんが期間が10月16日から22日まで1週間というところですが、スパイファミリー。スパイファミリーとかは最新話は入ってない感じだと思いますね。うん。ギリギリ入ってないかな。土曜の深夜とかなんでね。そう、今時土曜の深夜がめっちゃ熱いアニメがね。まあ僕も同時視聴3連続でスパイファミリー、ボッチザロック、ブルーロックってやってるわけですけれども、それがね、いつもこう一周ずれるのちょっともどかしい気持ちなんですがね。スパイファミリーもさすがですね。非常に人気と。で、3位、ブリーチ、千年決戦ということで。このブリーチの海外人気がすごいですよね。国内はね、2話目でやっぱちょっと盛り下がったかな。さすがにね、まあそれ、完結編というところで、まあまあ、普通に考えたらなかなかね、まあ続編ってだんだん盛り上がらなくなるよってよく話してる通りで、なんだけど、まあさすがそこはブリーチだし、まあクオリティもめっちゃ高いね。これはやっぱかなり高い順にずっといるような感じもしますよね。で、次第4位。影の実力者になりたくて、これも人気ですね。わなんか上がりましたねっていう、海外にもね、このコメディーは刺さってるということで、影の実力者もかなりずっと上の順位に来そうな感じはしますよね。で、第5位、モブサイコ103期ということで、ここ2ランク下がって5位ですけれども、こっからガンガン面白くなってくることを考えたら、モブサイコは最終的にね、トップ3、1位とかもあるんかもしれないね。海外人気すごいですね、これ。で、めちゃくちゃ嬉しいところに来ました。第6位、2ランクアップ。ボッチザラックー。いやーもうね、私も調べる前から続々とウォッチドロック海外人気上がってきてますよというね、情報をいただいてまして、見るの楽しみだったんですが、2ランク上がって6位まで来たじゃないですか。で、これ最新は入ってないでしょ？次回トップ5入りでしょ、これ。これ最終的にね、チェンソー大好き。これチェンソーとスパイ抜いたらやばいと思うんだけど、正直。ちょっとね、やっぱ今期は僕はチェンソーとスパイが2強だと思ってる。っていう中で、まあアニメトレンディングがまさにそういう結果になってるわけ。まあ他サイトはどうなってるかというところですけれども。いいっすね。ウォッチロック上がってきてますね。はい。で、第7位、これも嬉しいですね。機動戦士ガンダム、水星の魔女という、こう、前回ね、もう全然入ってなくて、アニメトリックスだけかランク入ってたのね、どういうことやと。海外ガンダム人気ないんかっていうことをずっと言ってて、やっぱ海外はね、まあそのガンダムシリーズ自体であんま見られてないとか、なんかそのまあ、まあなんか苦手意識とかね、その水星の魔女そもそも見られてないよみたいな話もあったんですけど、さすがに国内の話題気づけましたが、入ってきたという、こうね、よっしゃというところですが、7位にランクインしました。前回がね、何だったかな、アニメトレンディング、いや、そう、水星の魔女はね、やっぱ国内だってやっぱ正直まあ一番レベルに今まあ人気だと思います。ほんと毎回ね、土曜のじゃ日曜の夕方やばいもんね、あのトレンドの入り方が。あ、前回も11位かでもね、っていうとこで、まあでも4ランク上がってますねというとこで、よっしゃよっしゃというとこですね。第8位、ブルーロックという、こう2ランク下がって、おかしい、あんな面白かった2話がね。ブルーロックはちょっとマジずっとトップ10には少なくとも言ってほしい作品ですけども、2ランク下がりまして、第9位。僕のヒーローアカデミア6期という、こう2ランク下がって9位という、これ、なんで下がる他が上がったという見るべきなんか、ちょっと今期って難しくて、面白い作品でも平然多分ランク外になってくるんですよ。でもろがしい気持ちなんですけども、そう、全部おもろいからねって感じで。はい。これはちょっと悲しいけど、まあ他が上がったという見方でもいいのかなと思います。第10位、秋葉メイド戦争というこうね。秋葉メイド戦争、海外で受けてんのかどうなのかって渋い順位だね、これね。10位というとこで。秋葉メイドがもっと下だったかな、前回は。
前回12位かというところでね、まあ、2ランク上がってはいますというところで、新たにトップ10入ってきたね、ニザキン、ガンダムと諦める戦争というところで、で、ボッツロックも順位上がりましたしね、まあ、チェーンソーは2に1位取ったというところですが、ちょっとこの先ももう目が離せないところね、アニメトレンディングといえばね、ラブコメが強いとかよく言ってて、で確かにマイクロね、やっぱラブコメ作品が上に来るんですけど、今季はもう入る余地がないレベルになっちゃってますね、もうおかしいよね、まあ、ラブコメ、まあ、ラブコメも癖強いからね、言うてね、もう、癖は強いんですけどもね、はい、2周目のトップ10、こんな感じになりました。では、続いてここから3周目のトップ10入っていきます。まずアニメコーナーさんですね、アニメ、まずっていうか続いてアニメコーナーさんですね。第3週目ランク紹介します。それがこちらというところで、ブリーチ千年決戦ワンランク上がって1位。ブリーチ強ない？いやもうさすがのクオリティですけどね、 10% かボートパーセンテージ 10% 超え1位というところで、 10% もなかなか超えてこないですよ。前期もリコリコとか1回超えたぐらいなんですよ、うん、っていうのがやっぱいかに支持を受けてるか。でチェーンソーマンがね、まさかブリーチにこう負けてくるとは正直思ってなかった中で、ブリーチの海外人気の凄まじさって改めて感じたところでしたよね。まあチェーンソー、まあ来るとしたらやっぱ次回参加かなとは思ってるんですけどね。そう、まあでもやっぱ下馬評というか、僕自身この海外に今季やる前は、まあチェーンソーは全部参加なんじゃねえかな、まあスパイファミリーどっちかかなと思ったら、そう、まあ、ブリーチもすごい人気だし、やっぱ今季のこの激戦具合が海外にも現れてますよねっていうところでね、ブリーチは1位と。第3位僕のヒーローアカデミア6期ヒロアが、こっちは3ランク上がったよね。もうよくわからんんだけど。ヒロアカは確か上がってもう叱るべきに話だと思いますね。第3位と。ほんとロッキーな容赦面白すぎるよね。クオリティも超高いし。第4位、ブルーロック、ワンランク上がって4位という、ブルーロックもいいですね。はい。第5位、スパイファミリー、2クール目、ワンランク下がって5位ということでね。スパイファミリーおもろいけどね、もう、ちょっとレベルが高すぎる感はありますよね。で、第6位、影の実力者になりたくて人気ですよね。3ランク下がって6位と。ね、6位です、まだまだね。で、第7位、モブサイコ103期ということで、前回変わらず7位という。モブサイコもね、まあ、ここからさっきも言ってた上がっていくんじゃないかなって気がします。第8位、風恋という子はね、夫婦以上恋人のが2ランク上がって8位に来ましたという子ね。第9位、うるせえ奴らがなんと13ランク上がって。なんかね、アニメコーナーたまになんかサプライズがあって、なんか前回も確か前の前期もオーバーロードかなんか10位から次の日いきなり1位になったりとか、結構ね、バーンって変動するサイトかなってこれ思ってて。うるせえやつらね、そう、13ランクってやばくない？海外にこれが受けるんかちょっとわからん。やっぱ絶対国内の方が盛り上がる作品だと思うんですよ、正直うるせえやつらに関しては。うん、まあ、でもね、しっかり受けてんだなっていうところで9位入ってきてますね。第10位、悪役令嬢なので、ラスボスを勝ってみましょう。これもね、海外に結構あってね、10位という、4ランク上がって10位というところなんですが、まあ、今回不服を申し立てたりで、最初これですね、アニメコーナー。なんでボッチザロックもガンダム入ってないんやというか。どういうことですかこれは本当に。で順位を見てみたらね、ボッチザロックが12位なんですよ。うわ惜しいなってとこですね。はい。でガンダム18位なんだけど、どういうことこれマジで、どういうことなんですか。どういうことなんですかこれはマジでね。まあまあサイトごとにばらつきがあるからこそね、このランキングはいろいろ紹介するのに意味があって、全部同じ順位だったら僕も3つのサイト全部紹介する意味が全くないのでね、まあ、そういう面では面白いわけですけれども、ボッツザロックは4ランク上がってんね。ガンダムはむしろ1ランク下がってるっていう、もうよくわからん。なんでどういうことですかこれ。ちょっとね、この順位トップ10入ってる中で見ると、なんでこれがね、ボッツザロックと、はい、ガンダム入ってこないのかなって僕はどうしても思っちゃうところなんですが、はい、ちょっと悔しいね。ところですが、なんか私も悔しがってるのを見るのが楽しんでる方もいらっしゃるみたいなんで悔しがってきますが、いや悔しいです、なんかね。はい。そう。海外読めんのよ、本当に。で、ブリーチのこう人気、すごいね、やっぱりね。まあ、こっからどうなっていくのか、順位かっていうのはすごい気になるところですけど、まあ、チェーンソーとかね、スパイやっぱ安定して上に来るかなって感じがしますし、影の実力者もやっぱかなり人気ですね。はい、これね。そう、ギャグパートに入ってもしっかり人気というところで、これはかなり期待できるかなって感じですよね。はい。では、最後にですね、アニメトレックスのトップ10紹介して以上となります。アニメトレックスの第3週目トップ10が、こちらというところで、チェンソーマン2冠達成1位でございますというところでね、チェンソーがね、2週連続惜しくも3冠を逃すということで、2つのサイトが1位、1つが2位ということで、全く、まあ、またサイトが変わりましたけれどもね、形になりましたが、チェンソーマンスコア1万超え1位、2位スパイファミリー2クルメということで、やっぱね、このチェンソースパイが強いんよね、で、やっぱモブサイコはすごいですよね。はなんか上がってきましたね、もはやね。3位と。第4位、こっちはブリーチ下がったよね。もうこれはこれ意外なんですけど。で、第5位、ガンダム。
上がってきました。ワンランクアップ5位というとこ、よっしゃーというね。第6位、影の実力はマジ人気だね。面白いですね、僕も楽しんでるんでね。俺楽しんでなかったらなんでやってなるかもしれないけど、まあ国内もやっぱすごい人気というか注目度はめちゃくちゃ高い作品ですし、影の実力者もまあ今んとこは間違いなく元々の注目度で持ってる部分もあると思うんで、まあこっから先がまあ本当に評価強くなるかなとも思ってますね、正直。7位、僕のヒロアカデミー。ヒロアカもねやっぱ人気ですよね。第8位、ブルーロック。まあやっぱ結構ランクインしてる作品一緒になってくるんですよね。第9位、ボッチザロック。そんなんか上がってきました。いいんじゃないですか。まあ多分ね、海外サイトの中でアニメトリックスが一番変動少ないんで、うん、っていう中でこれ上がるってめっちゃ価値ありますが、上がってきました。2話がね、俺2話で上がるってことはやっぱ3話もバーッと上がるんじゃない。うん、今週一番おもろかったってこれめっちゃ多かったですからね。うん、第10位、アキバメイル戦争。アキバメイル戦争もねいいですねというところで、ね、3話めっちゃおもろかったもんね、アキバメイルね。いや、この先もすごい楽しみなオリジナルアニメというところですかね。うん、まあ、チェンソー1位、スパイファミリー2位、2クール目が2位。国内は多分逆なんだよね。人気で言ったら スパイファミリーが1位、チェンソー2位っていうところで、海外やっぱチェンソーが一番人気かなっていうのが見えて取れるんですけれども、まあ、今季最初にね、3冠を達成するのはどの作品なのかっていうことで、まあ、もしかしたら割れまくって結果的にね、3冠達成する作品ないかもしれないんですけど、まあ、それはそれでまた面白いのかなって感じですけどもね。まあ、サイトごとで順位が、違ってる中でも、まあ、結構固まってきてるのかなってね、入ってくる常連作品みたいな、っていうのは思いますけどね、こっからどんな風に変化、ね、順位が変わっていくのかっていうのは非常に楽しみですし、まあ、ひとまず次回が、チェンソーの3話とか、ボッチザロック3話とか、まあ、スパイファミリーは毎回ね、安定してますしね、うん、っていうところで、まあ、その辺のかなり熱い回もぶつかっていくというところでね、非常に楽しみなんで、ガンダムのね、順位が上がってきてるの嬉しいですね。ちょっと、やっぱね、こうやって見ると1位とか厳しいよなって正直思っちゃうんですけど、うん。こうやってね、上がってきてるの嬉しいし、アニメコーナーもね、ぜひね、入っていただけたらなと思いますけどもね。はい、本当に。うん、っていうところで。風恋もそうか、2週連続ランクインだし、悪役令嬢もね、まあ地味人気なのかなって感じしてますけど。うん。っていうところかな。まあ、ブルーロックとかも海外人気はね安定してあるというのは言えるかなと思いますし、まあ、ここからの順位変動もね大いに楽しみにしていきたいなというところでございます。まあ、ひとまず今回私はもうね、ボッチザロックの順位が上がってガンダムもねだんだん評価が見えてきて嬉しい限りです。まあ、これね多分見たら海外の人も絶対これ面白いっしょ、うん、って思うんで、うん、っていうところでもね、まあ、どんどんちょっと評価上がっていってほしいし、まあ、チェンソーが無双を最終的にするかもしんないね。ちょっとこの3話次第ってとこもあるかなと思いますね。やっぱ楽しみだなと思います。ブリーチとかもね、今後も楽しみです。はい、ということで今回の動画は以上としたいと思います。このご視聴いただきありがとうございました。皆さんね、今回何に対する感想とか、ご意見とか、僕はこれが好きだとか、まあ、なんでも結構です。ぜひ、ね、コメントいただけましたね。嬉しいです。で、まあ、今期ね、海外人気このランキングは毎週上げさせていただいてますし、まあ、それかもね、配信人気ランキングとか、あと、まあ、僕自身の個人的ランキング、あと感想、情報動画ね、どんどん動画上げてますんで、ぜひこれを機に、チャンネル登録だったり、これかもしれません。嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としておきます。今後もご視聴いただき、ありがとうございました。